富永覚夫は、京都府京都市中京区西の京小堀町出身の元プロ野球選手である。ポジションは投手。立命館高校では1955年にチームの主戦投手として、二類種の辰野市優泳らと共に夏の甲子園に出場。立命館高はこの大会で、中京賞や気流校などと共に優勝候補の一つと目されていた。準々決勝では、 津久み校の田中木八郎と投げ合い完封勝利。準決勝に進むが、坂井で賞の岡崎秀友投手に抑えられ、1から2で赤敗した。8月には、辰野一らと共に全日本高校選抜チームの一員として、初のハワイ遠征を果たす。同年の神奈川国体は準々決勝で、新宮校の真岡金谷に投げ勝ち2から0で、完封、準決勝に進むが、 四日市高の高橋正勝に抑えられ敗退。高校卒業後、1956年に東映フライヤーズへ入団。一年目より先発陣の一角として起用され、この年は自己最多となるシーズン11勝を挙げた。翌1957年も6勝を記録するが、その後は一時低迷、中継ぎに回る。しかし1961年には、 先発に復帰し発祥。1962年も発祥を挙げた。同年のリーグ優勝に貢献。日本シリーズではリリーフで3試合に登板している。1963年以降は成績が振るわず、1966年に無償トレードで 3K アトムズ移籍。ここでも活躍の場はなく同年オフに引退した。速球に威力があり、変化球はスライダー。 カーブ、シュートを武器とした。スカウトトニー・ルカデロ最後の旅、メタルギア・ソリッド、虚栄は死なず、ズマンになどを日本語に翻訳して出版した。翻訳家の富永和子は妻。同じく翻訳家の富永秋子は娘。著書に、ダース・ベイダーと仲間たちなど、ありがとうございます。